解説は福田正博さんです。まあ、今日はファミジュラなくメシノをスタメンに使った宮本監督です。立ち上がりを7分、そのメシノのシュートシーン、ここで受けて、そしてシュートまで、ね、非常に体の向き何度も言いますけど、本当にワンタッチでいいところに置いてるから、はい、ディフェンス飛び込めないですよね。そして先制ゴールのシーンです。13分、ここで小野瀬、レミューソンがメシノを見ていました。このコースです。まあ、前半の立ち上がりからですね、自分たちのリズムでボールがうまく回っていましたから、これも右サイド小野瀬を中心にうまく崩して、最後はねアデミューソンから丁寧な落とし、そしてメシノが狙いすましたシュートですよね。ただね、この宮本監督の期待に応えるボール、はい、見事でしたね。しかし43分、鹿島アントラーズ追いつきます。左の安西、まあ、初めて裏を取った、そんなシーンから土井翔真のこの見事なシュート。まあ、サイドチェンジからですね、安西、そして土井翔真ですよね。まあ、見事な崩しでしたね、このファーストタッチ、はい、矢島の、ね、逆を取るようなファーストタッチ、そしてシュートコース作ってニアサイドぶち抜きましたけどね。後半に入ります。まあ、後半はどちらかというと鹿島アントラーズが主導権を握っていました。そんな中で62分、ガンバ大阪、まあ、これもメシノのシュートシーンです。角度のないところでしたが惜しかったですね。これは本当になかなかボールを触れなかった後半ですけど、はい、少ない、ね、こうチャンスの中で決定機を作り出しましたよね。受け方がうまいです。とにかく71分、鹿島アントラーズです。まあ、後半から入った阿部が結構アクセントになっていました。これはサイドネットでした。まあ、右サイドに途中からやってきた阿部がですね、はい、やっぱ仕掛けてチャンスを作ってましたね。で、特に、まあ、70分過ぎぐらいからですね、左のサイドバックやってた安西が右に回ってからは、はい、右でこの起点を作ることが多かったですね。そして84分、その安西から途中出場町田、決定的なシーン。右のサイドバックから左のサイドバックですからね、はい、まあ、鹿島らしいといえば鹿島らしい攻撃ですね。1対1のドロー、両チームが勝ち点1ということになりました。